おお、アキトではないか。すまんが一つ頼まれて。嫌です。まだ何も言っていないぞ。なのにそんなに力強く拒否しなくてもいいではないか。どうせまた面倒なことに決まってるんで。じゃ。ああ、待て待て待て。当屋に伝言を頼みたいだけだ。実はかつて当屋とよく遊んだ人探しの本の大人版という難しいバージョンが出るらしくてな。で、それが何なんすか。あまりにも懐かしくてまた当屋とやりたくなったんだ。もちろんお前も来てくれていいんだぞ。まあとりあえず当屋には伝えときます。つうかそういうことは別にメッセージとかで。では頼んだぞ。本が手に入ったらまた改めて連絡するからな。だから人の話を聞けっつの。